民。うるす山民。山民うるす。お前、めちゃくちゃ強えじゃねえか。は？うるすくんさ、こんなに強いなら先に言ってくれよ。おじさん君鬼、三着固定の三連単18点買って大爆死してるんだよ。いい加減にしろオラー。もうこれ八つ当たりだよ。こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は少し遅くなったけど、山人ウルスが圧勝したプロキオンステークスの開講やっていくわよ。おお。時間が空いたからプロキオンステークスの解雇から逃げるな。山人ウルス圧勝の負け顔を見せろと温かいコメントをいただいたけど、ケイリュ君さ、山人ウルスは550キロを超える巨漢馬だからキレのある足は使えないし、今までみたいにスローでスムーズには逃げられない。それに馬群に包まれた経験がないし、包まれてのストライドの大きさで折り合いを隠し、巨漢馬が小回りがいいと思えないし、追って切れるイメージが湧かない。そんなことを言って3連単の2着3着付けのフォーメーションで山人ウルスを人気を数出しにして、本命スレイマン、大紅白、タンアナバネアールという重賞構想歴のある馬を軒並み買うという脳芝犬。3連単フォーメーション18点。こんな馬券買っといて山人ウルスに圧勝されるケイリュ君さ。ねえねえ、今どんな気持ち？山人ウルスを酷評しておいてバチコリ語れるのは。悔しい。悔しい。馬券戦略としては山人ウルスの馬券的期待値は単勝1倍台のオッズだとは思えなかったから。2、3着付けで高配当を狙った結果がこれだよ。それに10分後の七夕賞では本命ダンディズムが三浦厚生のシェフの気まぐれパスタならぬハイペース先行というおしゃれパスタをぶっ込まれて、馬券圏外の4着、しかも競馬ゆっくりが買うとこない、キルトクルレッドラディエンスの戸崎啓太がバチコリ差し切るという逆進連チャンを目の当たりにしたら、さあ七夕賞の解雇動画までは作れてもプロキオンステークスまでは作れなかったよ。精神的ショック？にっこり。でも、競馬ゆっくりは予想動画も消さないし、予想したレースはきっちり開講していく。正直競馬予想なんや。これで予想が当たればいいんだけどね。だいたいいつも芸術的に外す逆進予想は戦慄しますよ。にっこり。レース開講の前に競馬ゆっくりは競馬の週末の予想やレース開講、たまに真面目な競馬動画を出すチャンネルです。ぜひチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をしないと新しい動画がおすすめに乗りにくくなるので、ぜひお願いします。ってことでプロキオンステークスの開講やっていくけど、やっぱり中心は山人ウルスの強い内容の圧勝劇ね。そうね。 JRA 公式の実況も武豊との怪物といえばディープインパクトが思い出されるから、そういう実況をしていたわね。まあそこまで風呂敷を広げてディープインパクトは凱旋門賞3着入選失格という歴史的なドーピング疑惑事件をやってるわけだけど、やめろやめろ。人気のあるスターホースで盛り上がるのはいいんだけど、こういう人気って負けた時に一気に崩壊するからね。そういうプロモーションの仕方って良くないと思うんだけどね。おお。高知競馬のヤバかった時にハルーララブームの直前で盛り上がっていたやつね。連勝馬をブームにしようと頑張ってたけど、立ち区に遠征して負けた瞬間に終わっちゃったあれね。そうそう。だから競馬クソジジイとしては山人ウルスの5連勝はすごいと思うけど、ちょっと人間の方が興奮しすぎかなってのは最初に言っておきたいわね。おお。で、山人ウルスなんだけど、やっぱり今までのように逃げる競馬をせずに今までと同じようなペースで前目につけて、3、4コーナーから進出しての圧勝なんだけど、これはかなり強い内容。競馬ゆっくりのお墨付き？まず、ペースなんだけど、今回は54キロのブルーさんと短距離実績があって、芝でも前に行けるバスラットレオンがめちゃくちゃ飛ばしたからね。0.5 ハロンメ 6.9 秒で、1.5 ハロンメ 10.5 秒。はっきり言ってとんでもない速さ。ブルーさんが14着でバスラットレオンが最下位になるのもわかるようなラップね。それに逃げないと話にならないレガーメペスカがブービー。1.5 ハロンメはさすがに芝でもマイル以下でしか見ないようなラップね。そして2.5ハロンメも 11.1 秒。
これはコーナー減速ありでこれで、3.5 ハロン目も 11.9 秒、4.5 ハロン目が 12.0 秒と全く緩んでいないペース。しかもダート1700メートルとマイルか中距離か迷う距離だけど、ダートマイルとしてもかなり速いペース、900メートル通過が 52.4 秒でそこから推測する 2000メートル通過タイムは 58.7 秒前後。芝のレースかよ。っていうほどのペース。先行集団の逃げ集団は潰れたけど2番手集団のヤマニンウルス、スレイマンは残ったわね。この2頭は重傷レベルであるという証ね。今回こんなハイペースになるから素直に着順はその馬の今の能力の絶対値を表していると言ってもいい。3着のマリオロードは前が速いから枠も最内でじっとしてハイペースと作戦が噛み合って、というラッキーパンチ的なところがあるけど、それ以外はヤマニンウルスを除いて6着までは重賞の勝ち倉や構想実績がある馬だからね。このようなペースになると基本的には馬の能力が素直に出るわけね。で、900メートル通過からラスト4ハロンが 12.5 秒、12.6 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 秒とコーナーも加味されているけど一定のラップになったわね。おお、これはちょっとヤマニンウルスの特徴が垣間見えるかも。まずは逃げた1番手集団が4コーナーで壊滅したからさっと先頭に立って押し切ったヤマニンウルスだけど、追ってからの味はそこまでないかな。巨漢馬の持久力優位の走りだとは感じたわね。でも手前を変えてないし、そら使ったとかいう話もあるけど。あのねー、この馬は巨漢馬で足元不安だし、レースに出ること自体が少ないわけよ。そういう苦しい競馬の時に真面目に走ってくれたり、手前変えるクリアランスがないのはマイナスでしょ。強制するレースの機会も少ないわけでさ。確かにねー。それよりヤマニンウルスの強さはこのめちゃくちゃ速いペースにそこそこついていって、ずっと平行ラップを刻める持久力だと思うわね。昔竹豊がサイレンス鈴鹿を表して前半で10秒台のラップを刻んでも後半でもう一回10秒台のラップを刻めると褒めたんだけど、ヤマニンウルスはそういうタイプではない。どういうことなの？そこそこキレがあるのは前半の先行争いでついていけたことから伺えるけど、切れる足を2回使えるサイレンス鈴鹿タイプじゃなく、レース中1回しか使えないけど、その分しぶとい持久力で平均的な速いラップを刻み続けるスタミナが最大の長所だと思うわ。おお。でも、ダートでここまで速い前半についていって上がり4ハロンのラップを 12.5 秒程度の平行ラップでまとめるのは、相当強いわね。しかもこの馬巨漢馬にありがちな体を持て余してコーナーが苦手な馬じゃないからね。間違いないわね。これが怖いのは、前半を控えていけば姉妹は今日の前半くらいは切れそうというところね。やらないだろうけどね。巨漢馬だから包まれると厄介だしね。だからこの勝利で間違いなくヤマニンウルスはダート G1 を狙える素材だと全国に名乗りを上げたわけだけど、懸念点も当然あるわね。でもさぁ、5連勝で都ステークスを制したセラフィックコールはチャンピオンズカップ惨敗でダイオライト記念を勝ってはいるけど、 G1 クラスでは惨敗してるわね。そうね。同じ5連勝で重賞を制覇した同じような馬の結果からするとそうだけど、ヤマニンウルスは大丈夫じゃないかな。はぁ、どういうことなの？ヤマニンウルスはスタートさえ決まって大きな体のストライドを邪魔されずにスムーズな競馬をすればペース関係なく自分の力は発揮してくれる馬だしね。セラフィックコールみたいに客室的に展開や位置取りに左右されない馬ってのがストロングポイントね。ってことは、今年のチャンピオンズカップはヤマニンウルスで間違いないってわけ？少なくともこの持続力でマイペースにスムーズに走れたら結構な確率で勝つんじゃないかしらね。おお、ただし、今回みたいに外枠だったらいいけど、内枠引いたり、馬群に閉じ込められたり、砂のキックバックを食らう位置にどうしてもつかないといけない展開になるなら話は別ね。具体的に言えばスタートから1コーナーまでの距離が300メートル未満のコースだったり、小回りで瞬間的な先行争いがバチバチのコースで内枠引いた時は今日のような競馬はできないし、惨敗の可能性がある。じゃあ、
今後の山人ウルスを馬券的に切る理屈は内枠を引いて、失踪頭数が多くて、先行馬がモリモリいる場合ってことね。そうね。ただし、山人ウルス自体点はそこそこ使えるし、そこは相手を見なきゃいけないけど、少なくとも競馬ファン的にかなり面白い馬が出てきたわね。一部の気の早い人は BC クラシックやサウジカップ、ドバイワールドカップって言ってるけど、そこはまだわかんないよね。デルマーで BC やるけど、コース的には合ってるんじゃない。ただイケイケ暴走野郎のアメリカの馬に蓋されることはあるだろうし、サウジやドバイよりはアメリカの勝率は低そうかな。おお、まあそこまではまだ考えるのは早いってことね。だけど本当に楽しみな馬ね。個人的にはもっと馬を動かす騎手の方が武豊よりこの馬にはいいと思うけど、内田とか岩田とかね。まあさすがに下ろさないでしょ。まあ垂れそうなことを。にっこり。ここから2着以下の開口していくけど、2着のスレイマンは実力は出してくれた内容。地味にこの馬も山人ウルスの後ろとはいえこのペースを追走して上がり、3ハロンは山人ウルスから 0.3 秒差。前走の平安ステークスの惨敗は仕上げの問題かな。この馬も重賞は順番待ちって印象。特に JRA の重賞を勝ったら地方交流重賞で見てみたい馬。こういう馬は地方交流重賞の本流じゃないところで荒稼ぎしそう。要チェックね。おお、3着のマリオロードは戦略と枠がハマった感じ。この着順でリステッドで人気になっても能力は変わってないから素直に切った方がいいわね。今回は出来すぎの結果ね。バッサリね。14着のハピも力は見せたけど結局短い直線では末足不発か。コーナーで加速する競馬は合わないのかもね。G1 で3着になっている馬だし、直線の長いコースなら見直せるわね。なぜマーキュリーカップに出ないのか。は？ハピも重賞は適正コースでは順番待ちね。買い時が難しいけど、小回りでは割り引いておこうって感じね。5着のゲンパチルシファーも運かな。前が流れたから後方待機がハマった感じ。この馬は直線が長い方がいいって思われてるけど、実際は小回りで刺す競馬の方がいいのかも。小回りなら注目してもいいわね。以上で掲示板の馬を解雇したけど、気になる着外の馬はいるの？6着のバンヤールはターン穴指名だったけど重賞を安定して構想しているから能力は高い。リステッドならグリグリでいいんじゃないかしら。あとはやっぱり素直なレースだからこの着順がほぼ能力順になっている感じね。ノイズとして後ろからの末足勝負で着順を上げた馬を除けばだけど、おお、個人的に残念なのはグロリアムンディかな。能力は高いはずなんだけど、もう最大能力で走る気がない感じね。以上で2024年プロキオンステークスの開口終わっていくけど、山人ウルスは強かったってことね。そうね。だけど、次は G1 レベルの相手だからね。どうなるか。まあこの馬は巨漢馬だし、走破タイム勝負だからね。自分の能力以上の馬がいたらコロッと負けるだろうし、スムーズな競馬ができなくてもコロッと負ける馬だとは思うわね。その見極めが重要なわけね。そうね。武豊だし期待は大きいから人気は過剰になる。外したり、2、3着付けにするなら人気を吸う出しになるだろうし、内枠でフルゲートの時なら期待値よりリスクの方が高くなるからね。そうやって今回、競馬ゆっくりは18点の3連単がわずか1分 42.7 秒で壊滅したわけだけど、もうね、頭コンスコン状態だよ。来週はバチコリ当ててみたいわね。前向きさだけが取り柄なんだよな。にっこり。以上になります。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは。